島の畑ルキラ島あるいはコルフ島、コルキラ島は地中海東部のイオニア海北東部に位置するギリシャの島である。地理的、行政的なイオニア諸島地方に属し、ギリシャ共和国の主要な島の中では最も西北に位置する。ギリシャ本土とイタリア南部を結ぶ、戦場にあり、アドリア海湾港を抑える。この島は、要少として、 歴史上しばしば争奪の舞台となった。中心都市、ケルキラ市は、イオニア諸島地方の主婦であり、その旧市街は、世界遺産に登録されている。古典ギリシャ語では、ケルキュラやコルキュラと呼ばれ、ラテン語では、コルキュラと呼ばれた。ギリシャ語ではこの他、山並み、頂を意味する言葉から、コリュファイローウプシロンファイアルファー、コーリーファイとも呼ばれた。 東ローマ帝国の下では、これが展示、頂きの都市を意味する、コリフォーロープシロン・ファイ、コーリー法となった。ベネツィア共和国がこの島を統治すると、コルフと呼んだ。この名称が英語に引き継がれ、この島は、英語ではもっぱら、コルフ島と呼ばれている。ケルキラ島の地図ケルキラ島は、イオニア諸島の主要な島の中では最も北に位置する。 カマに例えられる形状を持つ南北に長い島で、島の西北端から東南端までは約6 0トル。島の面積は592.877平方キロメートルで、イオニア諸島ではケファロニア島に次いで2番目に広い面積を持つ。海岸線の総延長は2 1 7キロメートルである。大陸との間はケルキラ海峡によって隔てられている。 ケルキラ島北東部が向き合う大陸側はアルバニア領であり、島から東北へ約1 0トルほどの距離にアルバニア南部の都市サランダがある。ケルキラ海峡はアルバニア領との間で最も狭まっており、その幅は2キロメートルほどである。この水路は国際水路機関の定義によるアドリア海とイオニア海の境界でもある。島の中央部ではケルキラ海峡の幅は 海岸のイピロス地方との間で 30km ほどと、最も広くなっている。島の主婦であるケルキラの町は、海峡に面した東海岸に位置しており、アルバニアのサランダから南南西へ、約 28km、キリシャ本土のイグメニツァから、西北へ、約 32km、州都、レフカダから、北北西へ、約 110km、イタリアのブリンディジから東南へ、 約2 0 3キロメートルの距離にある。ケルキラ島南東部でケルキラ海峡は再び狭まっており、本土側のシボタとの間の距離は約1 0トルである。島の南端から南へ約1 3トルを隔ててパクシ島がある。ケルキラ島とイタリアギリシャ共和国の主要な島のうち最も北西に位置するケルキラ島はイタリアに最も近い島の一つである。 島の北西端とイタリア半島東南端との間には約 100km の距離があり、島の北西方にはバルカン半島とイタリア半島の間が狭まる海域がある。いくつかの定義はあるものの、アドリア海とイオニア海との境界はこの付近に惹かれる。国際水路機関の定義によれば、島の北西端、カラゴルミとサレント半島東南端サンタ。 マリアディレウカミサキ島を結ぶ線がその境界となっており、ケルキラ島の北岸はアドリア海に面するとされる。ケルキラ島の北西にはオトニ島、エリクサ島、マトラキ島などの友人島がある。これらの島々は2011年以降はケルキラ自治体に属している。二つの山並みが島を東西に横断しており、島を三つの地域に分けている。北部は山がちな地域であり、 中部は丘陵地帯であり、南部は平野の多い地域となっている。島の北側にあるパンドクラトラス山脈は、ケープファレイクロからケープソーラミタにかけて山並みを連ねており、パンドクラトラス山が島の最高峰である。島の南側には、ガンマヨタヨタデルタカッパアルファーの山並みがある。島は、石灰岩が作り出した様々な景観に恵まれている。 アジョス・ゴードス、ザ・コリッシオン・ラグーン、アジョス・ゲオルギオス、マリーサイヤ、カッシオピ、シダリ、ペイリオコストリートッサには、浜がある。ケルキラ島は、ケハロニア断層の近くに位置しており、しばしば地震が発生する。ケルキラの町でも農村部でも、16世紀以来、建てられた伝統的な建築物の多くが、地震により失われている。人口1000人以上の都市、集落は、 以下の通り、現在のケルキラ島は、周辺の小島所と共に、基礎自治体のケルキラ市に属している。現在のケルキラ市は、2011年1月施行のカリクラティス改革に伴い、ケルキラ市など十の自治体が合併して発足した。旧自治体は、新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は、下に掲げた、旧自治体地図の番号に相当する。 面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。カルダキにある、紀元前700年頃の神殿の後この島に関する、最古の言及は、紀元前1300年頃に記された、千文字 B で記された、ミケーネギリシャ語の単語である。古代ローマの地理学者ストラボンをはじめとする学者たちは、ホメロスのオドゥッセアに記されたスケリア島を、 ケルキュラ島に否定し、この島の住民をパイアクス人と呼んだ。ケルキュラ島はギリシャ本土とイタリア半島南部との間に位置する交易の要衝であり、島の南部には肥沃な平地を有していた。紀元前734年、ケルキュラにはコリントス人たちが植民主を築いたが、それ以前にエレトリアからの入植者がいたようである。 こうしたヒコリントス系の住民の影響もあり、ケルキュラの植民地の人々は、母と市コリントスに対して反抗的な姿勢を取った。この対立は、紀元前7世紀初頭に先鋭なものとなり、紀元前665年、ギリシャの歴史に記録された最初の海戦は、この島をめぐって行われた。トゥキュディデスによれば、この戦争は、コリントスの選手、 ペリアンドロスがケルキュラの艦隊を打ち破って島を占領する形で集結した。ケルキュラはコリントスと共にアポロニアとアナクトリウムの建設に参加したが、間もなく独立を取り戻し、商業発展を純粋に追求する政策を展開した。紀元前480年、アケメネス朝ペルシャがギリシャに侵攻した際、ケルキュラはギリシャで2番目に、 大きな60隻の艦隊を有していたが、戦争には積極的な役割を占めなかった。紀元前435年、ケルキュラの植民地エピダムノスの支配をめぐり、コリントスとの間に紛争が生じた。ケルキュラはアテナイに支援を求め、この提携はペロポネソス戦争の直接的な原因の一つとなった。ケルキュラは、 海軍基地をアテナイに提供することとしたが、必ずしもアテナイ艦隊に支援を与えたわけではなかった。島では、加藤政治を目指す有力者の党派が二度にわたって放棄を行ったが、いずれも失敗し、反対党派によって報復を受けた。紀元前415年、アテナイがシケリア遠征を行うと、アテナイの影響下にあったケルキュラは、その補給基地となった。 紀元前410年、有力者の党派が3度目の放棄で、加藤政治を確立させると、ケルキュラは戦争から離脱した。紀元前375年、ケルキュラは再び、アテナイと同盟を結び、このためその2年後にスパルタからの攻撃を受けることとなる。田園は荒廃したが、防衛に成功している。ヘルニズム時代にも、ケルキュラは、しばしば争奪の舞台となった。 紀元前303年には、マケドニア王カッサンドロスによる包囲を受け、その後スパルタをクレオニモスの一時的な占領を受けた。ケルキュラは、独立を回復するが、主サイのアガトクレスに征服された。アガトクレスは、紀元前295年、娘のラナッサをエピロスのピロス王に嫁がせる際に、持参金としてケルキュラ島を提供した。以後、 紀元前255年にエピロス王アレクサンドロス2世が没するまでエピロス同盟の一員であった。紀元前229年、イリュリア人によって獲得されたが、間もなくローマ艦隊に引き渡され、少なくとも紀元前189年までローマの海軍基地となった。その後、知事の統治下に置かれるが、紀元前148年にマケドニア属州に編入された。 紀元前31年、オクタビアヌスがマルクス・アントニウスに対抗するための拠点を置いた。紀元後336年以降、ローマ帝国の東方の皇帝に属することとなった。395年のローマ帝国の東西分割により、ケルキラ島は東ローマ帝国の領土となった。ニコポリスが建設されると、ケルキュラの重要度は下がり、 長らく帰り見られない時代が続いた。しかし、ノルマン人がシチリアに王国を建国し、イタリアの海軍力が没降すると、ケルキラは再び激しい争奪の舞台となった。1081年から1085年にかけて、シチリアのロベルトイル・グイスカルドが、1147年から1154年にかけて、ルッチェーロ2世が、この島を支配している。 1197年から1207年の時期には、ジェノバのシリアク戦団がこの島を支配したが、後に、ベネツィア共和国によって追放されている。1214年から1259年にかけては、エピロス先制公国に引き渡され、1267年には、ナポリオ王国のアンジュ家の所有となった。しかし、ナポリオ王国の支配力は弱く、この島は、様々な、 冒険家の信仰に悩まされることになった。このため、1386年にケルキラ島は、ベネツィア共和国の保護領となり、1401年には、ベネツィア共和国が、ケルキラ島の正式な主権を獲得した。1797年に、フランスが占領するまで、ケルキラ島は、ベネツィア共和国の領土であった。1797年のカンポフォルミオ条約によって、 ベネツィア共和国は解体され、ケルキラ島はナポレオン一世のフランス帝国に割上された。フランスは県を置いたが、1799年に、ヒョードル・ウシャコフ帝督率いるロシアオスマン帝国連合軍によって放築された。1800年3月21日、ロシアとオスマン帝国による共同の保護国として、七島連合共和国が建国され、ケルキラに、 自治政府の首都が置かれた。1807年、アイラウの戦いで、フランスがロシアを破ると、ティルジット条約により、イオニア諸島は、フランス帝国の支配下となり、フランスは、シャビエル・ドンゼラットが、総督として統治した。1809年、イギリス艦隊は、ケルキラ島を包囲した。イギリス艦隊は、他のイオニア諸島の島々を占領したが、 1815年11月5日の第二次パリ条約によりイオニア諸島にはイギリスの保護領イオニア諸島が死臭国が設立された。ケルキラはイギリスの高等弁務官が駐在する保護領の首都となった。1864年3月29日イギリス、ギリシャ王国、フランス、ロシアはロンドン条約に調印しイオニア諸島の主権を ギリシャ王国に譲渡することが合意された。4月21日、高等弁務官が宣言を発し、イオニア諸島はギリシャに編入された。第一次世界大戦中、この島はセルビア軍の亡命地として機能した。セルビア王国はオーストリア及びブルガリアによって占領されたのである。この島での滞在中、多くのセルビア兵が飢餓や薬病などで死亡し、 ケルキラ公の沖合のビド島に葬られた。戦後、ビド島にはセルビア人からギリシャ国民への感謝を示した記念碑が建てられ、その墓地はセルビア人詩人マルティン・ボジクの死により青い墓地として知られる。1923年にギリシャとイタリアとの間に外交紛争が生じ、イタリア軍はケルキラ島に砲撃を加えて占領した。この危機は 国際連盟の仲裁によって解決された。ギリシャ・イタリア戦争中の1941年4月、ケルキラ島はイタリア軍に占領された。ギリシャが数軸国に降伏すると、イタリアによる占領統治下に置かれた。ベニトムッソリーには、イタリアの国土回復を実現させ、イタリアの一部とするため、イオニア諸島の島々には、ギリシャ本土と異なる地位が与えられた。 一方、1941年11月の第一日曜日には、ケルキラの学生たちがイタリアによる占領に反対する運動を起こしている。これは、ギリシャでの抵抗運動の最初期の事例の一つである。多くの島民は、島から本土へと逃れて、エラスや、イーズなどのパルチザンに身を投じた。1943年、 イタリアのファシスト政権が崩壊すると、ケルキラ島を占領するために、ドイツ軍が行動を開始した。10月14日、ドイツ空軍がケルキラに対して爆撃を行い、住宅、教会、議会、図書館などが破壊された。島のイタリア兵たちは降伏し、島はドイツ軍に占領された。1944年には、連合軍によっても爆撃が行われた。 ドイツ占領下のケルキラ島では、ユダヤ人が強制収容され、アウシュビッツに送られた。1944年10月14日、イギリス軍がケルキラ島に上陸し、島は数軸国の占領下から解放された。イギリス海軍は、ケルキラ海峡の嫌いの除去のために活動したが、第二次世界大戦後に成立したアルバニア人民共和国は、 ケルキュラ海峡に新たに嫌いを付設し、イギリス海軍兵士に死傷者が出て、外交問題となった。これは、東西冷戦の最初期のエピソードの一つである。対岸のイグメニツァからフェリービンがある。ギリシャ神話によれば、コルキュラ島の名は、ニュンペ兵のコルキュラに由来するとされる。ワタツミポーセイドーンは、コルキュラを見染めて連れ去り、この島に住まわせたという。コルキュラは、 ポセイドオーンとの間にパイアークスという息子を設けた。パイアークスはパイアークス人の名の元となった。ホメーロスのオデュッセイアに登場するスケリア島はケルキラ島のこととされる。オデュッセウスが長い漂白の最後、故郷イタケイに帰還する直前に訪れた島がスケリア島であり、王女ナウシカーアートの物語が展開される。2008年。 ケルキラ島のコルフアジア美術館では、肉筆画は存在しないと言われていた浮世絵師、東州祭写楽の肉筆洗面画が世界で初めて発見された。アジア美術館には、林田雅と交流があった外交官のグレゴリオス・マノスが収集した美術品を展示している。ありがとうございます。